クリニックの横山診療者、横山健一です。今日は実験をしてみたいと思います。こちらがドライクリーニングで使うドライ溶剤です。こちらが水になります。水道水です。この2つの液体にこの紙でできたつるを入れるとどうなるか実験してみたいと思います。まずは水、水道水の方にツルを入れてシェイクします。で、次はドライ溶剤の方にツルを入れてシェイクします。よいしょ、首が。どうなってるでしょうか。じゃん。水でシェイクしたツルの方はクターッとなっています。ドライ溶剤の方は、お、これはそのまま取ろう。じゃん、綺麗なままで、あ、溶剤がまだ入ってますが、綺麗なままで出てきました。このようにドライクリーニングは、デリケートなお洋服とかに、デリケートなお洋服とかを洗うクリーニングになっております。